いつもだいたいスマッシュってな200回擦れんねん。スマッシュってな200回擦れんねん。これ200回擦れスマッシュタイム。スマッシュってな200回擦れんねん。今まで俺がいくつスマッシュってな200回擦れんねん。もうクッパじゃねえだろ所詮はよ。死にません。なめてんのかお前。当たるわけねえだろお前。魔境だぞ俺。おいおら魔境だぞこっち。おるおい魔境クオリティ、魔境クオリティしたすま。あー危ない渋くいくから割り。はーい、ごめん。これ魔境クオリティ空母あんましたくなかった正直ね。これね撃墜します。これ死ね。おらアンミカさんありがとう。アンミカありがとう。アンミカありがとう。すま、すま、すま、これはすまん、すまーんけ。あ、やばいやばいやばい、童貞出た。いざというとこで童貞出た。で、ニエトの式その場上がり見せます。後ろ向きます。これです。お前攻撃上がりしてくんだよ。やめろ。お前死なねえよな。まさかこれが魔境クオリティですか。失笑。なんでクッパに負けてコメントで煽られなきゃいけねえんだよ。おい、なんであんなクッパに負けてもコメントだ。そんなこと言われなきゃいけねえんだよ。童貞だしよ。ボコボコじゃねえかお前。画面の中でもお前、コメント欄でもよお前。で、俺の人ってもボコボコじゃ。なんでロボットが来んだよお前。それでよ、やべえ、ウルフバナンなの忘れてた。あ、バナン、ごめん、哲学だわ。バナンかっこ哲学。これで降りちゃう。舐めた空への降りね。あーんで繋がんだよ、この技がよ、おい。あーんで繋がんだよ、お前。で、これね。どれ、これ お父さん、お母さん、勝ったよ。もう、これは不利です。これは91です、すいません。マジで91。ほら、やってきたでしょ開幕した日。やってくんだよな、マジで。ああ、もう無理無理無理。これはマジで無理。あ、ちなみに言っときます。これはマジで無理です。相手がグングニルさんだろうが、ヒガチャンバルさんだろうが、逆ビップのガノンドルフだろうが、僕は絶対に負けます、これ。だってこれに勝てなくて俺やめたんだもん、ウルフ。ああ、くったらねえ、つってやめたんだもん。2年前。2年前の純粋無垢だった俺はもうこれに勝てなくてやめたんだもん、俺。俺はい、日上がりね。長すぎんだよ。はい、受け身は取れます。すいません、童貞でも。ああ、もう、それやめてって、ジンマシン出るから。いやーちょっと、あれ、え、待って、くる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 、今、走ってた、走ってた、見たしょ、みんな。逆側に走り込んでた、ちゃんと。これで終わりやねん、君。つまんな。あ、来るよ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 。あ、来なかった。来るよ、来た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 。はあ。うわー、ウルフ使い必見、これ。え、ちょっと待って、これ体力差じゃん、おい。なんかおかしいだ、お前体力差じゃん、お前。なあ、余裕こいつだけど、お前。ふざけんなよ、お前、マジで。あ、待って、お前。待って、体力差、お前言ったけど、これだからね、お前。これだからね、言ったけど。お前、あれだべ、肉を切ら、ああこいつ最強の攻略を見つけてる。なんで俺がこんな目に遭わない。なんで今楽しく配信しててさ、みんな来てくれてさ、ハスパちゃんももらってさ、嬉しいなって思ってた矢先にさ、これなんだよ、おい。なあ、なんでよ、矢先にこれなんだよ、お前よ。受け身は取っちゃいます。すいません。魔境クオリティ、受け身は取っちゃいます。やれよ、もう。いいよ、人思いにやれよ。やれよ、やれって。それやめれって。それやめろって。お前に最大限の屈辱だけ与えてから、俺は負けるからな、お前に。負ける。ツイークのマーズと一緒に、フリー対戦してる動画見ました、皆さん。ピクトチャットかなんかのやつで。お、これペニスじゃんつって。おい、ツイークペニスとか言うかと思いましたけどね、あれ。で、これペニスとか言って。ペニス、あ、あ、あ、もうほー。あ、で、おい、吉何ガノンのイクイクホモだって。イクイクのホモの吉何ガノン来たって、これもう。あーん、これ一番食らったら腹立つやつ。なんでだよ。なんで横スマッシュ一回打っただけで俺撃墜してんだよ。これ納得できるやついいんだか、本当に。いつも思うんだけど。あ、お前、何やってんの、お前。あ、狙ってんな、お前。ほーわ、お前。チッチッテレピよ。皆さん。それはチッチ入った。入った。気持ちいい。ここ、大事に行きます。あ、なんでだい。あ、ちょ。あれとリザードンのフレアドライブだけ頭真っ白になる。あ、待って。
これ勝てると思ってんな、おい、お前。な、勝てると思ってんだろ。甘いんだよな、お前。はぁ、あ、危ねえ。スマッシュってな、200回勝てるんだよ。あ、やばいやばいやばい。お前、何かああいう OK で全然 OK じゃねえんだよ。あ、これ当たる。おいしょー。おいしょー。し、わぁ、違う違う違う。今なんかタイミング的に俺のラグみたいになってるけど、やめてやめて。ラグいということは、これをガードする暇はないということ、あなたに。これをガードする暇はあなたにはないということ。はい、3回までは殴れます。これデフォで決まってます。これアバダンゴさんには怒られるけど、3回までは正直殴れます。これ当てます。いや、音反応ってうまい。フーゴの反応音ついや。おい、あの、多分これラグイの自分です。 あなたも勝ちですもん。一生勝てません。はい、あー、勝ったぞ。あ、待って、スマッシュタイム。スマッシュってな、200回こすれんねん。おい、ドンキだって。負けです、これ。あ、出た、出た。それやるやつ一番無理、無理無理。それやってくるドンキが一番嫌い。今んところね、これ B ボタン押してるだけ。あれ？うわー、出た。たまにいる普通に動くタイプのドンキね。もう早くさ、B 行ってよ。ねえ、俺ら楽しくやってんだからさ。ねえ、楽しく俺ら、ビビップでやってんの分かんないかな。楽しくやってんのにさ、早くビップ行ってくんないかな。上手い人。早く行けよ。早く行けよ、ビップ。なんでここにいんだよ。楽しくやってんの。ねえ。みんなさ、楽しくやってんだよ。お前抜きで。やってたんだよ、今楽しく。言って、スマブラ楽しいねって言って。こするの楽しいねってやってたの、今。それね、なんかあの、コンボとかでね、あの、撃墜しないの、今のスマブラは。わかる？単発技当てて、あー当たっちゃったなーっていうのが、俺とフォックススマブラだったの。なあ。回避上がりとか買った日にはもう俺は許さんぞ、お前のこと。あ、ギリ許した。あー、お前。もう、楽しくやってたんだもん。みんなで楽しいねって。太すぎるねって。言ってたんだもん。俺喋りながら浄化配信ってこれ。え？ツイークだろうなとは思いましたね。マジな話。ああ、いや、ちょっと桜井さんのゲームチャンネルでさ、言ってたよ、このエフェクト大事って。台は大事って言ってたよ、あの人。透過してますけど、明らかに天が透過してましたけど、今。え、これ、桜井さんのコメント書いた方がいいかな。あの、なんか台がーって。台透けてるっぽいんですよね。ほらほら、なんか透けてるっぽくて、みたいな。ごめんなさい、あの、スマブラはすごい楽しく遊ばせてもらってて、すごいリスペクトしてるんですけど、エフェクトはなんか透過してるっぽくて、って、ちょっとマジレスしちゃおうかな、これ。待って、これさ、あの、驚愕の事実、これ。ウルフリスクつけれないわ、あれに。ウルフリスクつけられない。だってジャスが取りすぎ。いや、待って、ほら、リスクつけれないって、これ。このカード91か、これ。スマブラ始まって以来の91カード。あの、VIP 手前でもわかる、91カード。で、僕が出そう。動画価格ってね。VIP 手前でもわかる、91相性。待って、これさ、リスクつけれねえんだもん、だって。どうすんの、これ。なあ。マジで、だってさ、これさ、だってなんだもん。お願い、お願い、傷つけないで、私のハートがチクチクしちゃうの。いやー、はい、デデデで明鏡止水はない。デデデで明鏡止水はない。だってもう穏やかじゃないもん。相手の心中がまず穏やかでもないし、絶対デデデ使ってるやつの心中も穏やかではないから。このライブについてまた動画出して小銭稼ぐ。まあ、稼ぐね。あの、俺の一番人気の動画26万再生ぐらいされてるんですけど、もう、動画のタイトルガチで抜けるスマブラエロ動画選手権だからね。言っとくよ。それ以外2万とかだから。虚しいからな。結局、エロには勝てねえんだなって。なんかこう、面白いことやろうとしても、エロには勝てねえんだな。思います、正直。あれはね、ちょっとそれ見てくれ。待って、配信もうそろそろ、待って、あと、あ、ま、やべ、13分も。もうそろそろで終わるから、あの、後で見て、今いなくなんないで。行って。そばに行って。ねえ、そばに行って。そば離れちゃやだ。マジ、こういうこと本当に言われてる男とかいるんだろうな。ガチでうぜ。あ、全然あの、正直言うけどね、風やめんめんとかで、どうでもいいわ。そういう男に比べたら。ガチでうぜ。ああ。なんか嫌になっちゃった。まあ、今回も1時間半ほど、あの、パイパイデカミがお送りさせていただきました。ありがとうございますね。パイパイデカミのね、チャンネルご覧いただいてありがとうございました。パイパイデカミです。はい。はい。それでは皆さん、いつもの合言葉いきますよ。パイパイ
デカーミー。